ウサハナはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。正式なラテン文字表記はユーサヘクタールナである。20代 OL の職場の機上を彩り心を和ませるキャラクターというコンセプトで開発された。2000年に開発され2001年6月7日からグッズ類の販売が開始された。当初は想定した対象に合わせた商品展開がなされていたが、 最近では、学齢期の自動向け商品の方が充実している。設定は変更されることがある。この設定は2006年現在のもので、過去の資料とは異なる可能性がある。パパ、ママ、お姉さん、お兄さんの5人家族、おばあちゃんは離れたところに住んでいる。2006年10月から12月まで、キティズ・パラダイスプラス内で、ショートアニメ、うさはな夢見る』。 バレリーナが放送された。エトワール島にあるバレエの名門校、プルミエに通う花ちゃんの学園生活を描いた作品。2008年1月にサンリオポコアポコシリーズとしてウサ花の数と形が発売された。これは数にまつわる7つのオリジナルアニメーションと7つのパペットショーによるオリジナルソングが収録されている。いちご新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞で第19回において6位を受賞し、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞32位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、うさぎキャラが1位になったら、一緒にお花を植えに行きます。と宣言していたが、1位は、猫キャラのハローキティ、2位は、 うさぎキャラのマイメロディが受賞したため実現とはならなかった。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストではニャーコちゃんがノミネートされ39位にランクインされた。ありがとうございます。